1879年6月7日の紙面 50X35cm 長夜新聞は、1874年9月24日から1893年11月19日まで、東京で発行された、民権派の正論新聞。前期には、成島し隆北社長と、末広鉄長主筆が論人を張った。1872年に、旧松江藩と。 旧赤市藩が創刊した、公文通詞という、主に政府の布告を紹介する小規模な新聞があった。発行人は、それぞれの旧藩詞、宇海渚と、乙部かなえで、乙部が社主を務めた。1874年秋、乙部は、鳴島隆北を社長研修室に迎え、なお、長屋新聞と変え、正論新聞に脱皮した。経営は、乙部、編集は、 鳴島である。長屋とは、一、朝廷と民間、二、全国、世間、天下である。鳴島家は、江戸幕府の生死編さ事業にあたってきた絵柄であり、劉北の祖父、鳴島し市直の死である。林十歳も公式師匠、長野球文、藁を編産しているため、それを意識したものかもしれない。東京明けぼの新聞の末広鉄蝶が、 1875年6月交付の残暴率と新聞紙条例を非難して処罰された。それを劉北が紙上条で称え、8月に自宅金庫5日に処された。その10月、明けぼの新聞を飛び出した末広鉄長が高橋貴一に代わって編集長となり、以降、劉北の遮脱な風刺、雑録と鉄長の通列な論説とで人気を呼び、 横浜毎日新聞、郵便放置新聞、東京日日新聞、東京わけぼの新聞と競った。社屋は、終わり町二丁目にあった。1875年12月、残暴率、新聞紙条例の制定者、井上武氏尾崎三郎を紙上場で茶化し、翌年2月、管理部属罪で、劉北は、金獄4ヶ月罰金100円の、 鉄長は8ヶ月と150円の罰を受けた。出国後、劉北は、な島劉北国内場、なしを、鉄長は、末広茂康天国神話を連載した。1876年6月末、浅草観音堂で各社が共催した、新聞供用大瀬垣では、劉北が、新聞紙を祀る文を読み上げ市場に掲載し、政府の言論弾圧をからかった。 記者の処罰はその後も続いた。この頃が最盛期で2万部近くを売り、1876年11月、社屋を銀座終わり町の四つ角に移転している。だが、正論に鋭い反面、事件記事は劣り、1877年の西南戦争では誤報を出した。1878年の大久保、利道暗殺事件の時は、犯人側の 残刊状を、ただ一種掲載し、五日間の発行停止になった。1881年、明治14年の政変後、憲法制定と国会開設が予告されると、自由党と立憲会新党とが相次いで結成され、各新聞は、支持政党を鮮明にしたが、長野では、乙部社主、な島社長らが、立憲会新党に、末広編集長、 高橋喜一らが自由党に入党した。1884年11月に、成島社長が没し、末広編集長が後を支えたものの、衰退に向かった。犬飼武氏小崎幸男吉田記録、町田忠春らが入社して、立憲改新党色を酷使し、報道が偏ることもあった。1888年、 大隈重信外相の不平等条約改正案に賛成して世論に背いた。1889年、大道団結派の末広鉄長が退社した。経営が苦しくなり、1890年11月、社主の乙部かなえは、長屋新聞社を大阪毎日新聞社長、渡辺治に売却した。犬飼、尾崎、町田ら19人は退社した。 畑野正五郎らが入社して、渡辺治が社長となり、新人用から、薩摩系新聞と言われた。翌春、現用社の河村厚氏らが入社し、畑野が、社長兼主筆となり、大政会、国民協会の機関士になった。1892年、北川霊筆社長、河村厚氏主筆の夫人になったが、翌年11月廃刊した。 在籍した記者に次などがいた。野中は、西歴の在籍機関などである。沢田直春、高橋喜一、堀口登、末広鉄長、横瀬文彦、小松原栄太郎、浅野勘、草間時吉、馬場達井北虎尾、前田健次郎、尾崎幸夫、小川宇仙、中村千太郎、中村筆、1888。1890。 久松義則、吉田の六、町田忠春、金子貞明、長井六、波野正五郎、北川霊筆、西市井、い井忠な作り、か村むら菊池武き1893年12月23日から1896年3月31日までと、1900年7月15日から1901年4月20日までと、 1907年7月3日から1911年7月12日までと3回再刊された。ありがとうございます。